鶴さんとも仲が良かった誰が、うん、うんああその広島のええー、それは、ね、でも鶴のんは別にヤクザなんかやったことねえようん普通の 普通のあんちゃんだよ。うん。普通のあんちゃんとか言うと怒られるかもしんねえけど。酔っ払うとな、ちょっと手つけらんねえけど。シラフの時はおとなしいあんちゃんだよ。昨日、青白と久しぶりに話したみたいね。誰がたけちゃんは違うよ。広島じゃないよ。たけちゃんは、あの、香川。丸亀。 たくもちゃんだろ竹本ちゃんだと俺んち泊まりに来たりもしてたもんあ,あ,あれはもっともともとあっちで人をはじいて刑務所行ったからなうんそうそうあげちゃんはね香ガの親があの精肉店やってるんだ あ、俺が、俺話してないよ、別に。俺はだって、養分に会いに行っただけで。養分と、あと、パチがいたろパチおじが。で、俺はほら、あのー、坊ちゃんがさ、絡んでうーん、意外と仲良くしてもらってたから、一応俺、待ってら、会うことねえじゃん。俺、だってパチおじの家も知らねえし、うん、たまたま、 だったら、俺、ちょろっとい、たくって言って、挨拶だけして、さっと帰ればいいやと思って。伊藤もいたし。うん。七井ちゃん、おはよう。そうよ、ケちゃんは、うん。俺とは何度も絡んでるんで。俺んちも、メイジャー遊びに来てたで。うん。 だから、竹本よ、おめえ大阪来だったら、おめえ、ホテルなんか取んねえで、俺んち泊まれゃいいじゃねえかよ。いいのとか言って、おいいよいいよ。とかとかお前、その代わり部長さんにいじめんなよ。つって、部長さんね。部、うんうん、部長さんね。とか言って、部長ほら、竹本のこと嫌いだから、う,ん、うわーとか言って言うから、ブチ だけじゃんダメだでって噛んだな。うん、こんななって。ダメなんだよ、ね。佐野さん酔っ払って竹本さんのケツ、蹴り上げてたからな。<laughs> うるせんえんだよ、たよね、こんな野郎とか言って、うんだそう。そういう時もあった。うん あの頃はさ、でもよ、カラスよ、インターネット配信会は面白かったな。何があるかわからない。でも今は台本癖じゃん、みんな。竹本さん優しいんだなって。よ、うん、怒るときは怒るで。喧嘩になるときもあったよ。もいかにかやろう、この うん、優しいわけじゃない。あの頃がな、あの頃の配信会はワクワクだったろう、見てるリスナーも。さあ今日はどうなんのかな、みたいな。うん。今はみんなさ、仲良し、執行しでやってるじゃん。でも、 俺は、それでいいんじゃねえかなって思うけどね。うん。もう、警察芸とかも、芸じゃないんだよな。ガチ警察なんだよな。あの頃は。ゲーじゃないの。おうん。ほべちゃんうん。ほべちゃん今だってあれじゃねえのふわちかなんかで、 あの、魚釣りばっかりやってんじゃねえの。まあ、ああの人も普通のおっちゃんだからね。まあ、あ昔は、え、やってるよ。ななえちゃん、ホブぶ、ほぶちゃん。なあ。釣り配信やってんな。うん。確か、うん。 地元で釣りの配信とかをやってるみてよ。たまにやれんそんな毎日じゃねえけど。うん。うん。それは、うん。多分間違いないと思う。俺も、ああ、って。あの、放送自体は見たことないけど、トップページとかに、 上がってんのは見たことあるよ。うん。そうだなたけちゃんも,もう、うん、ホープも、あと、あとはほら、和歌山の浜田がいるだろう。 ななえちゃんはそこを知ってるんだったら、浜田も知ってんだ。浜ちゃん。浜田。ねえ。たぶん。浜ちゃんはもう俺会ったことあるから、解説 <laughs> 社内イメージ。なんだよ、その解説者。 何よ、もう、ラインナイン。長いよ。野田は来ないみたい。お、そう。うん雅イベントに野田通りは来ないみたいです。うん。じゃ、ますますダメだな。全、うん、全ダメじゃねえか。あと今、当時で残ってて、 いまだに配信やってんのって、ハマちゃんと、あと誰いるいねえもんな。うん。金梅とかは今から見ないの。え、ちょっと待って、佐々木。あの、ハマちゃんとかホープとか、タケちゃんの、 ジャンルと、金埋は全然違うからね。うん。そこは勘違いしちゃダメだよ。うん。そこ一緒にしたら、他の人怒ると思う。一緒にしてんじゃねえよって。誰だよ、その構造。ああ、やから先輩ももういなくなっちゃったよな。あと、大河とか、河老ももういなくなったろ。 あと誰いたかな分かんねいけどまあまあもううん宇賀はもうやってないだろう、うんガローいたろうガローはほら山梨のあのねあんちゃんだからうなちゃんはガローさんに圧勝していや圧勝っていうか ま、ガロールはほら、単純にほら、自分の身内にそういうのがいただけであって、本人はそうじゃねえから、だから当時のうなちゃんマンは、いつもみんなに狙われてたよ。とりあえず、だから、ニコ生の合言葉、なんかやばそうなやつ登場すると、とりあえず、 ちゃんまんとか挨拶行けっていうリスナーが多かったらしい。だから俺知らねえのからよ、いくらでも突とか来るんだよ。ガン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 。で、しかもみんななんかやばいの。おいおめえがうなちゃんマンかよ。おい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 みたいな。えー、みたいな。まためんどくさいの来やがったな まあ話は聞くけど何ですかみたいな。まあ何ですかとは言わなかったな。何だお前この野郎って。おいよ。知らねえよ、てめえのことなんかよ。誰だろお前。まあまあそういうのがリスナーは楽しかったんだろうな。さあ、あの、ちゃんまんとこに行ったぞ、みたいな。 うん。もう無理だな、俺は。体が持たねえ。ああ。あ、マー君僕まだろ絡んでるよ、名前。僕まだろうん。半グレだろうん。 うんもう。もうほぼその辺は網羅してるよ、俺は。うん。うん。俺より十五ぐらい若いんじゃねえか当時。ああ、先生もな。あれはパシリだから。セイントセイは。だからと、どうな。鶴の神が、 俺の家にバールで襲撃したときに、表で式典切ってたのが、セイントセイヤ。車で、表に止まってて。今いるのそいつ。あんまあ、ちょっと、なんか、ヤンキーっぽいやつな。あんちゃんな。パシリじゃねえか、あんなの。 どう下手あれかどうかわかんないけど、うん。近藤組長がうなさんの家の近くに呼ぶ、出されてたのも懐かしい。まあ、まあいいけどね。ただ近藤の前はさ、ちょっとさ、あのー、食ってる過去があるから、ちょっとね。 まあ食ってる過去っていうのはまあ聞いてる人はわかるだろうけど俺はそういう人とはあんまり関わりたくないねうんでさ佐野のとこにさ佐野っていうか俺のとこに突するやつってなんでいつも一人で来ないのかなっていうのが謎中の謎だよね34人で来るよね何あれ いや、なんかゾロゾロ来るんだよね。そんな俺怖くないよ。うん。なんか車で乗りつけて何人かにで来るからさ。いや、別にビビってんじゃないんだろうと思うけど。うん。 そんな、だって俺、文句のある人の話を聞きたいだけなのに、周りにさ、何人かいるとさ、いや、あ,あんたたちは、ちょっと外れて、みたいになっちゃうじゃん。<laughs> そっかな。佐野にはあんまりビビんないと思うよ。 うこんなじじいなんか一撃一発でっていやそれは本気でぶっ飛ばそうと思えばねだただぶっ飛ばした後は大変になるかもしんないけどねそりゃ知らねえけどだからいまだにぶっ飛ばされたことはないですけどやるときやれよじゃん知らねえよふん <laughs> だから、とにかく、俺に頭下げさせたいだけでしょう。悪かったね、いろいろ言いすぎてその。悪かったねって言うぐらい、俺は。うん。そんぐらいかな。さすがに家の玄関が穴開けられた時はすいませんでしたって、これ死ぬかもしんねえな。早くお回り来ねえかな、だよ。 豊田将司の事件が頭をよぎったからな。あんなので鍵開けるバカいたら、お前がやってみろっていう話だよ。なあ、開けれるやついたら、差し違えるんだったらいいけど、俺は悪いけど、そんなことはしたくないわけじゃん。 インターネットのやりとりで、その人間が住んでる家まで来て、斧を振り上げるってどういうことっていう話。うん。トヨタ思い出したよな。あれ開けたら俺死んでんだよ。うん。ざっくり首あたりにバールが刺さって。 ほら、俺はな、すみません、すみませんって言うよ。早く警察来いよ、この野郎って思って。遅えやと。そうよ。俺は、させーんって。させーんって。もう時間稼がねえとなと思って、鍵いつ突破されっかわかんねえからよ。 そりゃそうじゃんこっちドア穴開いてんだ向こう見えんだからようん鍵突破されんなと思ったからまあ冷静にっていうかもうあれ以上やりようがねえからな、うん、まああと何分持つかなと思ってドアがな うん。だって俺は喧嘩するつもりじゃないんだもん。あくまでもインターネットで言い合いで、もともとだって、俺と本人、その本人は喧嘩してないよ。俺とホーブさんの喧嘩に、俺の兄貴にてめえ何言ってんだよから始まったんだから。俺の兄貴ってなんだよお前って知らねえよって。からだろ これは全部を知ってる人はね俺の兄貴にいい「お前何言ってんだよ」と、おめえと喧嘩してんだ関係ねえんだよ」ちっこんだろこの野郎からだからとばっちりだよ本当にで当のコめちゃんは「俺関係ねえから」 普通のシーンもあって。おい、そう、まあまあまあ、そこストッパーじゃねえのかよ、みたいな。向こう、そういう手で来てんだけど、むしろ俺知らねえ。俺知らねえ。そ、そりゃ知らねえだろ、会ったこともねえんだから、っていう話ようん。俺、俺普通の、 普通だから、みたいな。そうそう、だから、ホペーちゃんに迷惑がかかってんだよな。うん。え、ホペーちゃんとは、俺の家に突っ込んできた前に会ったことはないよ。うん。ネット上で、兄貴兄貴って言ってただけだから。